こんにちは、佐藤ささらと申します。今回も元気に、スローライフ、あれ、スローライフってなんだ？新要素を探してクラフトレシピを探索。そしたら、醸造だるなるアイテムが作れることに気づきました。早速、作りましょう。これは、野菜や果物を入れると醸造して、飲み物を作れるらしい。じゃあ、ブラックベリーとかでも大丈夫なのかな？お、樽の中に入った。よし、しばらく待ちましょう。ワインとかできるのかな？さらなる新要素を求めてロビンさんの元へ。今までの小屋をアップグレードして、アヒルを飼えるようにします。木材が400個も要求されて、結構重いですね。当時の私は何も考えずに依頼しましたが、木材って冬の間だとかなり限られてきますよね。残り200個ぐらいになっちゃった。乗り切れるかな？へい、一日が終了です。最近は毎日採掘に行っています。ジオードがよく取れる。イリジウムを集めたいけど、全く集まらないですね。結晶コピーマシンを増やせれば、宝石屋さんになれるんですがね。てか、マヨネーズって結構な値段で売れるのね。おはようございますです。メールだね。スーモとお友達になれるお薬を作った魔術師さんが闇の結晶を欲しがっているようで、闇の結晶なら洞窟でたくさんゲットしています。持っていきますか。土から秘密のメモが出てきて、地図みたいなものが。これ砂漠ですよね。後で砂漠にも行くことにしましょう。じゃあ魔術師さんに闇の結晶をプレゼント。ああ、持ってきてくれたか、感謝する。これは報酬の1000ゴールドだ。さあもう行きたまえ。1000ゴールドって結構な値段で買い取ってくれましたね。私忘れていたアメジストをプレゼントしておきます。なんで私が私のアメジストを渡す必要があるのだろうか。しかも誰からでもいいよとか言われてるし、全く報酬は弾んでもらいたいですね、などと思ってたら報酬もらえなかったんですけど、なんやそれ、マジモンのトローやんけ。普通に売ればよかったわ。それで砂漠までやってきました。この砂漠のどこかに地図が指し示す場所があるはずです。手がかりはこんな地形なので南側ですよね。ベンチか看板かそういうオブジェクトがある場所。じゃあ南の方を探しましょう。あ、これですわ。ということはこの辺りが地図の示す場所。取り返したら奇妙な人形を手に入れました。何ですかこのアイテム。え、全くもってわけがわからないよ。どうしよう、どう処理すればいいんだ。処理に困ってインベントリに入れたまま一日を終えました。今度暇な時に使い道を調べてみます。なんか実績を解除しました。何がトリガーだったのかな。最近はよくメールが来ますね。内容は鳥小屋の改築が終わったよという話。これでアヒルが飼えるようになり、8羽まで飼えるようになり、孵化器が追加されました。早速孵化器を使ってみようかな。ということで鳥小屋に、孵化器ってどれですか？孵化器に卵を入れるといいらしいんですが、てか、横にかなり伸びましたね。外にあるとかじゃあ、ないよね。どこに設置したんだ、ロビンさんは。あ、もしかしてここ？あ、ここだった。よし、新しい鶏さんが孵化するまで何日かかるのかわかりませんが、待ちましょう。で、今度はアヒルを購入します。アヒルも卵を産みます。多分普通の卵より高価です。それじゃあ、名前を。1匹目はリューマトレックス、2匹目はアクテムラ、そして3匹目はテメリアです。いや、お薬の名前を元ネタに使うとバリエーションが多くていいですね。こちらも念入りにお育てしましょう。残りの時間はいつものように採掘へ。鉱山に行っていると秘密のメモがどんどん集まります。十分な金策にもなりますし、この世界の鉱山はいいところです。まあたまに死にかけるんですけれども。もうすぐ冬が半分過ぎますね。今日のメールが本当に多いな。明日から3日間夜の市が開催されるんですって。これは魅力的だ。素晴らしい取れ高になるのではないでしょうか。忘れずに行くことにしましょう。で、今日はそれだけでした。何かあったとすれば、ボムを爆発させて、その威力に驚くとともに、モンスターには大したダメージにならないと尻がっかりしていたぐらいです。
収入も見ての通り序盤かなってぐらいの少なさです。じゃあ夜の市の時間まで飛ばしますね。会場までやってきました。今までのイベントとは違って会場には自由に行き来することができ時間も経過するようです。時間をかけすぎて夜更かししないようにしないと。この人は絵を売ってますね。いらないです。そしていつもの行商人さんが船で店を開いています。品揃えはあまりいつもと変わらず相変わらずのぼったくり価格。他には装飾アイテムを売っている人もいましたが私は装飾に興味ないので冷やかしで。そしてこの人が無料でコーヒーをくれるようです。怪しいものとか入れてないよね。さすがに2杯目はもらえないね。それでコーヒーは回復効果はほとんどないですが移動速度が速くなるようです。普通に利便性の高い飲み物だった。さあコーヒーで目を覚まして最後のお店。これは潜水艦フィッシングツアーだと。また釣り師の血が騒ぐことが。これはもう参加するしかないですね。おお、水深が下がっていく。レバー一つですごいや。どのくらい深くまで行くのでしょうか。深海ではどんな魚が釣れるんだろう。参加料が1000ゴールドですからそれでも元が取れるのでしょうかね。おお、すごい。よし、釣るぞい。おい、最初から海藻ですかい。お、深海生物が釣れたね。おいくら万円で売れますかね。海藻ばっかり釣れるんですが。結局元は取れなかった気がします。夜も遅いので家に帰りましょう。家に一瞬で返してくれる人がいたのでありがたく利用させていただきます。あれ、出られない。ふー。